それでは山口大臣、閣議後記者会見を開始いたします。では冒頭、大臣からご発言お願いいたします。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。私からは令和3年度原子力総合防災訓練の実施についてお話しさせていただきます。令和3年度の原子力総合防災訓練として、この女川地域を対象とする今年度の訓練を2月10日の木曜から12日の土曜日にかけて実施させていただきます。新型コロナウイルス感染症の動向については引き続き注視しつつ、感染症対策をしっかり行って、対応可能な範囲で訓練参加者を絞った上で訓練を実施したいと考えています。その上で女川地域では特に自然災害と原子力災害による複合災害時の孤立地域における住民避難などが重要な視点だと考えています。今回の訓練では住民の陸路による避難に加えて、陸路による避難が困難になった場合の回路避難や空路避難についての実効性も確認したいと思います。私自身、原子力防災担当の大臣として官邸および内閣府本部において1日目と2日目の訓練に参加する予定です。訓練内容の詳細については本日午後に担当者から説明させていただきます。以上です。それでは幹事社共同通信さんからご質問お願いします。共同通信の水内です。おはようございます。おはようございます。冒頭発言ありました、防災訓練についてなんですけども、はい、新型コロナの感染拡大が続く中で、これは延期ということも検討したのかどうか、それとまた今ですね、引き続き動向を注視しつつというご発言ありました。これは状況次第で延期の検討もあり得るんでしょうか。さらに、今回開催するという判断の、狙いや意義について教えてください。はい。コロナの新規の感染者数が非常に高い数値になってますから、そこは延期するかどうかっていうのは私も非常に注意深く見守った中でどうしようかなというのはもちろん思ってました。でよく宮城県の方と相談して、住民参加の話もありますんでね。で最終的にいろんなことが起こっても、とにかく絶対起こっちゃいけないその原子力の災害ではありますけれども、いろんなことが起こりうるっていう想定の下での話ですから、ここはこのやるべきかなというふうに、宮城県の方でも OK であればやるべきかなというふうに考えた次第です。で、これからこの数字がどうなるかっていうのは私自身も必ずしも予測できるわけじゃないんですけれども、この、直前まで感染状況を注意深く見守るっていう前提の上で、基本的には必要な対策を講じて実施したいというふうに考えています。その意味では宮城県ともよく連絡を取らせてもらった上で基本的に開催をさせていただこうというふうに考えています。すみません、質問で、最後に新型コロナの中でも やるべきという判断 その狙いや意義について伺ったんですけども、そのあたりお聞かせ願いますでしょうか。どんな状況でもね、どういうふうに対応できるかということを考えないといけませんから、そういう意味では今回難しい状況ではあるんですけれども、万全の対策を講じた上でやるべきかなというふうに、私は思います。であとはこの宮城県の県の方とのいろんな調整の中で、最終的に決めていくというふうに思っています。
では他にご質問のある方、挙手をお願いします。ご質問の前に社名、お名前をお願いいたします。では小峰さん。環境新聞の小峰でございます。今の女川の防災訓練に関連する話ですけれども、大臣冒頭この避難が自然災害と原子力事故との複合的な状況ということにおっしゃいましたけれども、今ですね、今年に入って北朝鮮は7回もですね、ミサイル発射実験をしております。はい。一方中国の台湾侵攻やですね、尖閣強奪のですね、危険性もですね、現実問題化しております。その際日本の原発がですね、北朝鮮や中国のミサイルでですね、狙われる可能性もあると思います。原発防災担当大臣として山口大臣の対処方針というのはどういうものですか。それに際して岸田文雄総理は、これらの事態に対処することも含め、敵基地攻撃能力の保有検討を表明しております。原発防災担当大臣として、敵基地攻撃能力保有をですね、表明すべきではありませんか。以上です。はい。原子力防災担当大臣として敵基地攻撃能力というのはちょっと範囲が超えてしまうかもしれないんで、ちょっとここでのコメントは差し替えた方がいいかなと思うんですけれども、私もね、政治家として全体像を考えるということであれば、やっぱりこの最大の対応策というのはそういうことをさせないということですよね。まずそういうことをさせるという前提のもとよりも、そういうことをさせないというそっちの方が大きなポイントだと思うんです。そういう意味ではまずは北朝鮮にこういうことをさせないということの方が私にとっては非常に重点的なことなんです。外交官で処理できなければ、あとは軍人の仕事になってしまうというのは私よく使う表現ですけれども、やっぱりこの軍人の仕事にさせないようにするというのが一番のポイントですね。それが国家戦略というものです。だから、私は原子力防災担当大臣とか環境大臣とかという範囲をもうすでにそういうコメントは超えてますけれどね、超えてますけれども、あえてその言わせていただくとすれば、私的にはまずはその北朝鮮がなんでこういうふうにミサイルの発射実験をしているのか、そこはやっぱりよく見ていかなきゃいけないと思います。私は彼らは対話をしたいということを何度も何度も発射実験をして言ってるんだと思います。だからそこはどういうふうに対応するかというのは、これも完全に私の範囲を超えますから、そこはここで止めますけれども、あえてお聞きということであれば、私はそういうふうに思っています。ただね、これもすべての事態に対応するということも一つの小峰さんの、ね、おっしゃっていることの一つのポイントだと思いますから、でそれはいろんなことが起こってもどういうふうにこの事態を受け止めていくかというのは当然ありますから、だから、バズとかいろいろこの5キロ以内あるいは30キロ以内というそういう距離の話もありますよね。だからそういうもので対応できるかどうかということも、それはちょっと例外的な想定としてはあり得るんだと思います。だけど今回はそのことを想定しての訓練にはなりません。だけど大臣はかねて軍人の仕事の前に外交官だってかねてから就任記者会見からおっしゃってましたけれども、はい、軍事力がなければですね、外交というのはありえないと思います。そういう意味でもですね、敵基地攻撃能力、これは原子力防災だけじゃなくてですね、必要だと思うんですけど、大臣この辺は岸田首相と考えが違うんですか。私は内閣の一員として、その岸田総理がそういうふうに言っておられることに対して異を唱えるものではありません。では他にご質問のある方お願いします。では服部さん。読売新聞社の服部と申します。はいはい。2月1日にですね、大臣の名前で元首相5人に対して
福島県における放射線の健康影響についてという書簡を送られまして、元首相たちの表現について適切でないということをおっしゃっておられます。でかなり速度感スピーディーにこういった文書を出されたと思うんですけども、この文書の狙いをですね、教えてください。はい、もともと文書というのはきっと EU のタクソノミーの話が発端だとは思うんです。その原子力の発電したものをグリーンと捉えるかどうかっていうタクソノミーが発想だったと思うんです。でこの5人の元総理の方々はそれに対して異を唱えるっていうのがもともとの発想だったかもしれません。で他方その表現の中にいわゆる子どもたちが、そういうことで苦しんでいるというような、ちょっと待ってください、その表現が正確にいくとどうなりましたっけ。多くの子どもたちが甲状腺がんに苦しむと、そういう記述があったものですから、でここは少し科学的なこれまでの評価というものからすれば、いわれのない差別や偏見を助長するなということが懸念されたので、私から書簡を送付させていただきました。国連の UN の、 そのアンスケアという専門家集団、あるいはその福島県のこの専門家のグループ、それからそれらがいろんな評価をしてます。評価っていうのは科学的な知見に基づいた評価をしてますよね。でむしろその評価からいけば当たらないという判断の方が私は正しいんだと思うんです。でその意味でこの書簡を書かせていただいた方がいいなというふうに思った次第です。で、あれは2日だったのかな、EU のフロア大使と、それから EU 加盟の大使の方々が集まってお話をするということになってましたから、急遽その話も最後に加えて述べさせていただきました。で、あとは昨日の時点ですけれども、この書簡っていうのは日本の元総理の方々宛てに私の名前で最初送らせていただいて、で EU の大使の方々には口頭で伝えさせていただいたわけですけれども、 EU のその議長さん宛てに送った方がいいなと、というのはその元総理の方々の書簡がフォンデアライネンさん宛てなもんですから、その方々にも私から直接こういう趣旨ですということを、昨日の時点で書簡を書かせていただきました。あれ出ましたかね。昨日の手紙は委員長宛てに書いてたよね。そうかな、やっぱ、あ、そう、あ、失礼、ちょっと私は委員長宛てに書いたつもりだったんですけども、大使宛ての手紙のようです。大使からはEU の方に報告電が出るはずですから、したがって趣旨としてはその EU の委員長に伝わるようにということで書かせていただきました。私自身の手紙としてフロア大使ですかね、この東京駐在の EU の大使で、その方宛てに書簡を書かせていただきました。改めてこういう手紙ですというもので、その手紙を添付させていただいた格好です。関連でお伺いしたいんですけども、福島県で発見されている甲状腺がんについては、放射線の影響ではないというふうに国際機関も言っているところだと思うんですけども、とはいえ266人の方がガンまたはガンの疑いという診断を受けているわけで、そうすると放射線の影響じゃないんであれば何の理由でそうなっているのかということも合わせて発信していく必要があると思うんですけれども、国連の科学委員会なんかは非常に高感度の検査機器で調べたので、本来見つからなかったやつをこう見つけてしまったというような指摘もされているんですけれども、環境省としてそういったことをもっと広く伝えていくことが風評払拭には大事なんではないかと思うんですが、その辺のお考えを。なるほどね。その風評被害の払拭、その観点ですよね。それで
まあ、こういうことってのはなかなかすぐには見つからないというかすぐに即断できない部分もあると思うんです。でだから、まあ、調査のことはずっとしばらく続けてるわけですけれども、だからその中でそのあえて結論的にその福島 の, その原発が原因だったというふうに断じられないっていう状況ずっと続いてるんで、まあ、そういう意味ではそこら辺を確認させていただくっていうことが大事だろうなと。で甲状腺がんっていうのは普通なかなか調べないもののようですよね。ですから、まあ、そういう意味では266人ですかね、そういう方々が見つかったっていうことはあるんで、まあ、我々としてもあんまり そこですぐポンと打ち切らずに引き続き調査させていただくんだろうなというふうに考えてます。他にご質問はございますでしょうか。では河北新報さん。宮城県の河北新報社の桐生と申します。よろしくお願いします。原子力防災訓練について伺いたいんですけれども、まあ、実際今回の参加 の, その、まあ、人数、特に住民の方というのがどのくらい参加されるのかというのを伺いたいんですけれども、お願いします。はい、まあ、私自身が聞いているのはその宮城県の方針として今回はあえて住民の参加はなしにすると。でまあ、住民に当たる役割として、まあ、県の職員の方とかが代わりにその役割を演ずるということを聞いてます。で人数的には、まあ、国、県、市、町の職員の方々あるいはその、まあ、いわゆる実動部隊というんですか、その警察とか消防とか海保とか自衛隊とか、まあ、そういうことを含めて1000人ぐらい、あるいは1000人を少し超えるぐらいになるかなというふうに見込んでいます。実際に女川原発から30キロ圏には大体人口20万人くらい住んでいます。で今回その、住民がにいかにこう避難体制というのを周知するかというのが一つこう焦点だったと思うんですけれども、実際これ住民が参加しないということで、この避難計画自体が本当に実効性あるのかという、少しこの訓練の意味を疑ってしまうところがあるんですけれども、そのあたりについてはいかがでしょうか。まあ、20万人の方々全部巻き込んでの訓練ではもともとないわけですけれども、やはり一番誘導するのは行政の人たち、あるいはその実動部隊の人たちですから、まあ、そういう方々がいざというとき、あってはいけないいざというときにきちっとできるようにという趣旨で、私は大いに意義があるんだと思います。また1回だけじゃなくって県として毎年こういう訓練も行っているはずですから、まあ、そういう意味では今回受けていただいた訓練をもとに、このコロナさえ収まれば住民の方に実際に参加していただいた訓練というのもいずれしていただければいいなというふうに思います。先ほど共同さんの質問でもあったんですけれども、いかにこう住民の方が参加するのかで、市町村、実際にその多くの方が移動すると、渋滞が発生したりとかですね、避難ルートを、どこ使うかという問題だといろんなトラブルが起きると思うんですけど、そういったものを問題を重ねることというのが非常にこういった避難訓練って大切だと思うんですね。なるべく多くの方がその参加できるということが一番大事 で、うん、でそのもう少し感染が落ち着いた時期に延期する選択肢はなかったのかと、なぜ今やるのかというのをちょっとお願いします。うん、感染症というのはいつ起きるか分からないわけですから、そういう意味ではいつの話か分からないことよりもいつ何時何が起こるか分からないという想定のもとで今回やらせていただくというのは、今おっしゃった道路の混み具合云々、それはいかようにでもチェックできますから、別に実際に住民の方々が20万人参加しなくてもある程度チェックできると思うんで、今回やらせていただくっていうのは意義があると思います。で、今回例えば人数を非常に限った格好で
やらせていただくわけですから、そういう意味では実際に見た中で、あ、もうちょっとこの人数増やしてからやらないとわからない部分もある、まあ、それが出てきたら出てきたで、次回この今度は県が実際にやられる計画の中で試していただければできることではないのかなと思います。国と要するにこの官邸と女川あるいはその本部内閣府の本部と女川、まあ、そういうことの連動の状況とかいろいろ試さなきゃいけないことがありますから、まあ、そういう意味では実際に住民の方々が参加していただくというのは望ましいんですけれども、それがなければ全く成り立たないというわけではないと思います。すみません、もう一問だけお願いしたいんですけれども、はい、その大臣以前会見でその、まあ、今回コロナ禍であってもこういった避難訓練というのができれば、その今の現行 その避難計画というのがその、まあ、コロナが起きても感染状況がひどくてもですね、対応できると証明できるというお話をされたと思うんですけれども、うん、この実際にその、まあ、住民が参加しないでコロナ対策っていうのが果たして実際にやったと言えるような訓練になると思いますでしょうか。うん、まあ、コロナの勢いっていうのが相当なもんですから、私は決してこの勢いをなめてはいません。したがって住民の方々に無理やり参加いただいてコロナが起こるようでは、むしろ私も辛いもんがありますから、そういう意味ではそういう危険性をもうほぼないようにさせていただいた上で、それでこの訓練を実際にやらせていただきたいなと思うんです。まあ、あるいは東京の、私自身は東京に残りますけど、まあ、実際に牟田副大臣が現地の女川のオフサイトセンターに出向いて、それから職員の人も東京から行く場合には全員 PCR 検査をしてから行きます。で、 PCR の有効期限切れた後は毎日毎日抗原検査をして、まあ、それで OK であれば参加を継続、陽性であれば即参加から参加というか中止して離脱してということで徹底的にこの対策を施した上でやるんで、まあ、そういう意味では今おっしゃられるようにね、実際に想定したフルの訓練ではないんですけれども、でもかなりいろんな大事なことは確認しながらできると思いますから、まあ、今回やらせていただいた方がいいなと考えてます。すみません、オンライン参加の関根記者からちょっとご質問あるので、そちらの方をお願いします。でしょうか。聞こえてますか。ちょっとハウリングするか。聞こえてますか。すいません、じゃあちょっとメッセージを送りますのでちょっと待っててもらっていいですか。今聞こえてる。聞こえてます。今聞こえます。よろしくお願いします。一問だけ、はい、女川の訓練について、はい、まあ、住民の参加がないということだそうですけれども、コロナ対策とその避難対策 その両立という意味で大臣としては具体的にどの辺を具体的に検証してみたいというふうにお考えでしょうか。うん、まあ、コロナ対策ということでは人数がものすごく減るわけですよね。で、その中でも避難の誘導あるいはそのいろんなその数値の確認しながら、でそれを緊急事態宣言ということで官邸の方で私は総理に報告して、で、まあ、報告というか上申して、でそれから総理が緊急事態宣言を出されてからその時点で私も内閣府の本部から官邸の方に移るわけですけれども、まあ、そういう動作全体を通してこの避難対策っていうものをそれも含んだ上で現地との連絡を取りながら避難対策が正々と行われるかどうか、
まあ、そういうことを確かめるという意味だと思います。だからコロナ対策って私は別にオミクロンにどういうふうに対処するかという話はないんですけれども、そのコロナ対策ということでその安全を確認しながら人数を減らしてでもこの避難誘導ができるかどうか、まあ、そういうことがポイントになると思います。参加はしてほしかったけれども宮城県の意向で住民参加はなしになったという理解でございます。うん、住民参加がもちろんね望ましいということはあると思うんですけれども、宮城県と相談させていただく中で宮城県の方からはそういう住民参加というのはなしでいこうかということだというふうに承知しています。まあ、総理日程を取るのはなかなか難しいという、まあ、現実的な問題もあり、かつ再稼働をもしかしたらこれ急ぎたいのではないかと勘ぐられてしまう向きもあるかと思うんですけど、その辺どうですか。再稼働についてはすでに決まっているというふうに承知しています。私がこの仕事をさせていただく前から決まっていると。でもうその必要な工事等も今最終段階に来ているというふうに思いますから、まあ、それとの連動というものではなくて、いつ起こるかわからないという中での起こるかわからないって起こっちゃいけないんですけど、万が一ということで想定してやる話ですから、それは再稼働と連動してっていう、あるいはその条件付けということではありません。はい、で先ほどからすみません清水さん挙げてましたが、実はこれで最後ということで、すみません手短にお願いします。時間がないということなんで、はい、エネルギーと環境のエネルギージャーナル社の清水ですが、はい、1点だけ岡山県の美作市でね、太陽光発電のパネル課税というのを条例化しました、うん、で、環境省は再エネ促進地域のもうその受付をやってる、でかつ再エネを促進するのを重大な重要な政策としてますけども、これパネル課税が全国的に波及すると大きなブレーキになると思いますが、どうですか、その辺は環境省としてはまあ容認なのか、あるいはまあ問題だという認識なのか、まあ、いずれ総務大臣が美作市の法定外目的税として総務大臣が審査するということで、うん、もうやってるみたいですけど、いずれにしても国の判断が大きな要素になりますが、うん、どうですか。この再生可能エネルギー、それを地域の町おこしと両立する、あるいはその相乗効果を持つようにということで、今先行地域ということもやらせていただくし、あるいは促進区域という議論もありますよね。私的にはね、あるいはもうこれから環境省としてもそうでしょうけども、やっぱり地域の合意形成というのはものすごく大事だし、その中でこの課税というのはどういう趣旨なのかというのは私必ずしも承知して今つまびらかじゃないですけれども、まあ、これは地域がどういうふうにそういうふうにお決めになったのか、まあ、そこはその気持ちっていうのはある程度優先させなきゃいけないんじゃないかなっていう気がするんです。で、まあ、このパネル課税があったとしてもこのビジネスとして成り立つんであれば、でそのことがということで、この課税があったからビジネスとしてすぐ成り立たないんじゃないんだと私は思うんですけれども、まあ、それは総務大臣とかいろんな人の判断もあるんでしょう。だからそういう意味ではこの地域の人がどういうふうに再生可能エネルギーを進めたいかっていう、そこら辺の気持ちもあるでしょうから、国の方でそれをやっちゃいけないとかっていうことでは必ずしも最初からないと思うんです。どういう意図かどうかっていうことを見極めた上で、ある程度その地域性があるんであればそこはそういうものもあるかもしれないし、国の全体の方針とあまりにもかけ離れたものであれば総務大臣から何かコメントがあるかもしれないしということかもしれません。まあ、環境省的にはね、この再生可能エネルギーをとにかく
徹底的に進めるんだという気持ちはもちろんありますけどね、もう一つは地域の合意形成、あるいはその地域の方々がどういうふうにその再生可能エネルギーを受け止めておられるか、まあ、そういうことで先日もアセスメントについて抜本的計画の見直しということも言わせていただいたわけですけれどもね、そういうことでいけばこの美作氏の話も地域がどういうふうに考えておられるのかなということも非常に大事な部分だなというふうに受け止めます。では以上で本日の会見終了とさせていただきます。はい、どうもありがとうございます。